保育園での虐待はなぜ起こったか、高須幹也さんがですね解説をしてくださっておられました。概要欄にですねリンクを貼っておきますんで見てみておいてください。高須先生イケメンですね。高須先生の言われることは、劣悪な労働環境が職員さんの精神を病ませてそういう風にならせるみたいなことを言われておられたんですね。それはそれで正しいんですけれどもですね、原因と結果の原因のところでもうちょっと違うところにあってですね、ちょっと私の方で、保育の経営者として言わせていただきますと、保育士のことを首切れないからです。はい、これどういう話ですかっていうお話なんですけれどもですね、我々保育園というのはですね、園児何人あたり保育士つけなさいっていうふうに規制がかかっているんですね。これを保育士さんが妊娠したとかですね、お母さんがこう倒れたんで短時間労働にしてくださいだとかですね、そういうのがですね重なりますとですね、決まりごと規制がですね守れないようになるんですね。守れないとどうなるかって言いますと、我々保育園というのはですね、補助金が適面にもらえなくなります。もともとですね利幅の薄い商売をやっているんですね。その利幅の薄い中から補助金をちょっと切られただけでもすぐに赤字に転落すると。認可保育園っていう資格自体もですね、財務状況が良くないということでですね、地位を揺るがされることになる、面倒くさい業界なんですよ。でですね、ほとんどの保育士っていうのはですね、真面目に勤めているし、子どもに攻撃性を発揮したりとかするようなことはないんですけれども、基本的にうちらの業界っていうのは人手不足、その若い女の人が多ければ当然妊娠して1年とか休む人も多いでございますし、そうするとですね、首切れないっていう状態になるとですね、口頭の注意で治る人はいいんですけれども、口頭の注意ですらですね、自分を正せない人がいたりとかするわけですね。何回か注意してダメだということになったら、我々企業っていうのはですね、普通は首を切るなり、そういった強硬的な措置を取るのが普通なんですけれどもですね、首を切るべき人間がですね、うちらの業界の場合、社会経験がですね、保育園の中でしかない園長さんがやらないといけないんですね。保育士上がりの人って、要は子供相手、言うても保護者相手の社会性のない人が多いんですね。申し訳ないんですけれども、はっきり言います、社会性ないです。愛の世界に生きてる人が多いです。で、学校で習うこともですね、保育園の掃除の仕方とか教えてなくって、いかに子供に寄り添うかみたいな話ばっかりしてるんですね。一般的な組織の論理っていうやつがですね、あまり分かっておられない方が多い。首を切るっていうこと自体、この日本文化の中においては割とストレスがかかる決断だったりとかする中で、暴力振るったみたいな時に、注意はするけども、なんか身内同士のなあなあで済ませちゃうこともあって、やめられたら困るとか、強く言い過ぎたらなんか怒ったとか、その結果ますます虐待する人が図に乗る。図に乗った人がいいのよこれでとかやるとですね、地位逆転っていう、下の子とかはどっちが言ってることが正しいのかではなくてですね、何人かの人間はですね、どっちの人間の方が態度がでかいかでついていく人を決めたりとかする時があるんです。つまり腐った人間が一人いるとですね、二人三人とですね増えちゃうわけですね。たった一人の態度の悪い保育士がやったら三人まで増えてしまって、保育園の中で常識みたいな話になってしまうと。規制という名前のですね、外部性がない業界なんでこういうことが起きる。で、高須先生の言っておられることはごもっともなんですけれども、大きな原因としては首が切れないことがあります。結果的に高須先生のような状態になるのはなぜかと言いますとですね、劣悪な労働環境に置きますとですね、みんな辞めちゃうんですよ。その虐待云々以上にですね、労働条件、労働環境も最悪だったんでしょうね、この静岡の桜保育園というやつは。どんどん辞めていく中で、そういう虐待する態度の悪い保育士の影響力ってどんどん増していくんですよね。その愛の世界に生きてる人が多かったんで、掃除の仕方一つ知らなかったりとかするんですよ。うちの保育園でもあったんですね。掃除のやり方を私とか教えたり、日報の書き方とか何から何かまで全部やっていったんですよ。そうし
して私が言われたセリフは何かと言いますとですね、子供のことを分かってなせんねせんねって言われたんですね。子供の保育のことを何にも分かってないくせに言うなみたいな話だったんですけれども、しかしですね、掃除のやり方を知らない保育士たちが掃除したトイレで用を足すわけですから汚いわけでございますよ。あ、それはそれでなんかやっぱり女の人ですからね、あの文句を言うわけですね。文句言いたいんでしょうね。保育がやりたいんであって掃除がしたいわけではないみたいな。で結局結果で黙らせていったんですね。そういう、まあ、もちろん首も切りましたし、いろんなことをきちっとやることによって結果的に労働環境が素晴らしく良くなりました、うちの園って。でそうするとですね、正しい行いをすればするほどですね、仕事が楽になるんですね。辞めないんですね。あの私の代わりはいくらでもいるなっていう状態になるとですね、なんかキャーキャーワーワー言う人がですね影響力落ちちゃうんですね。その状態を作れなかったんです。つまり楽に仕事をこなす術を経営者とか保育園の園長とかが分からなかったんですね。ということでございまして、高津先生 の言っておられる劣悪な環境が良くないというお話はですね、その通りなんです。結果的にはその通りなんですけれども、原因はですね、こんなことを言ってはなんですけれども、首を切れない変な規制、それと経営者側の無能が原因だと私は思っております。ということでございまして、専務でございました。